はい、今回のドライブはですね、吉野中学校のそばからです。ここあれぐるっと回ってみましょうかね。いつも吉野中学校は横を通り過ぎるばっかりだったですからね。左行きます。こっちの方はほら、ずっと何メートルぐらいだろうか、ずっと高台になってますからね。ちょっとこう左に行きましょうか。もうススキがもう茶色くなってますね。ここをここが正門だ。ちょっとね、後ろから車来ませんからね、ゆっくりと、少しゆっくりと走りますよ。はい、ここが正面玄関じゃない、正門ですね。ここはずっと左行きますからね。はい、多分ここはプールでしょうね、左側はね。そして校庭は見えませんね。ここを左、ここは少し校舎が見えるっていう感じですね。広いですね、結構で。こっちもですかね。ここも OK。ここはグランドか。意見なんですかね。さっき学校地元のところはテニスコートだったですね。ここをね、右に行きましょうかね。はい、そしてですね、次の信号を左に行きます。ここは通ったここかなかような気がする。下田って書いてありますがよ。今日は寒いですよ。ウィンドブレーカーなんかを着ちゃうんですもんね。さてさて、こんまりはどっかここまで来て右か左か今曲げたんじゃないですかね。今日はずっと行きますからね。もう少しその吉野をスラロームするつもりやったんだけど、こう天気がね今一つですから、この晴れ傘、色がね、色彩がちょっとあれですからね、編集でどうなるこうなるっていうあれじゃなかような気がしますがよ。あれ、ここはこの前撮ったっけ、あそこですかね、緑川丘団地の東口かどっかに行くあそこですけ。すいません、ちょっとガムを噛みます。噛むっていうか口の中入れますのでね、気分転換に良かですかね。はい、すいません。黒レッツってやつですよ。小さかないっけ。こんまい通らせんかったっけ。ほんで右行きましょうかね。こんまい行きやったっけ。こんまいも右行ったっけ。まあ、ほんでまっすぐ行きましょう。流れ。
この前が右行ったのかもしれんですね。ここ反対側から来たこからせんけ。まあなるべく過去の弁を喋るようにはしますけどね。普通私は考えるときは標準語で考えおったんですよ。だからそれも過去の弁で考えるようにせんないかんですね。あー、ここは前反対から来たもんかですよ。最初来た頃は本当この吉野も開けてるますからね、こういうところでもですね、まぐれおったですからね。まぐれおったっちゅうか、もうどこ地場がどこを走っちゃうかわからんわけですよ。ほいでどこけどこけっつって走ったんですけども、今はねおかげさんで、ああ、彦やらへんっていうのは分かりますよ。ですね。なんか面してような面してるような感じですよ。ゴルフもしたことがありましたけど、っていうことは今全然してないんだけど、右に行ってみましょうかね。でも最初お茶おぼしてせいですよ。もうアンコロでもですね、アンコロでもって何年前か、50年ぐらい前やらせんけどけ、1万なんぼしょったですもんね。まだしょったたちようとか、会員権なしですよ。それで、吉野とか、吉野はあんまりこう、回数はなかったけど、新空港とかですね、新空港とかどこやったっけ、どこ、丹野湾どこか向こう渡りにもあったんですけど、そういうところに、月に1回ぐらいね、その代わりね、で行き寄った効果あったんですけど、もう私はですね、性格的に合わないと思ったからやめたんですけどね。ないこと性格的に合わないかっていうと、何ですかね、パターの時にすごく時間をかけてですよ、こう見る友達なんかがいたんですよ。こう入らせんのにパシッて打てばよかのに、ああでもないこうでもないちてですよ。でなかなか打たんかったりしてっていうのがあったりして、で今度は自分の番になった時に、私はもうパッてもう立ってここやねと打う時にパシッて打ってまぐれで入ったり外れたりしとったんだけども、なんかそこあたりでですね、なんか何ですかね、ゴルフを遊びと思ってましたから、精神的な何かを自分を高めるとかっていう人なんかもいらっしゃいましたけど、私はもう娯楽と思ってましたからね。その娯楽なのに、なんかそのマナーがあんまりこう厳しいっていうか、そう厳しくするのがゴルフなんだってみたいなのがですね、なんかそういうことを言ったのが私のあんまり好きじゃないタイプの男の人たちやったから、もうこんなんはせんどーって言って、もうそれからもう遠ざかってそのままですけど、中にはですよ、上手くなってそこそこシングルとかじゃないですよ、だいたい自分がドライバーでどれくらい、それから5番アイアンでどれくらいとかっていう感じでピタッピタッって行きそうになった時ですね、やめた人がいたんですよ。ここ左行きます。あら、行けんかった行けんかった、車両通行止めやった。あ、こっちからのあれですね、
緑が丘は久しぶりですね。はい、さっきの話の続きですね。でその人がですね、すごくこのいわゆるスポーツマンタイプで、ピシャッピシャッってなって、冗談半分でですけど、プロになりやればよかてって言ったんだけども、その人いわくですね、もう重して寝言になったちはあるわけですよ。なんでですかっていうと、その思ったところに行かないから、面白いのであって、だいたい自分が思ったところにピタッピタッって行くんだったら面白くないちゃうわけですよ。もちろんほら、それから一段上がってシングルプレイヤーになって、そして初めてまた自分が思ったようにいかないところをギュッギュッギュッってこう詰めていくのも、がそのゴルフの奥深さなんでしょうけど、まあその人がその時言ったのをそのまま言えばそういう感じなんですよ。でこの話をなんで私が今と喋り出したかっていうと、あれですよ、道が分かるようになってきたでしょう。ここのさっきのほら緑が丘に入る東口とかですね。そしたらもうこの先には何があるっていうのが分かり出すと、逆にね、なんかね、重してるような気がした。ここ右に行きますからね。はい、反対からこう緑が丘の団地を行くのは初めてじゃないですかね。ですからね、やっぱりね、カゴンバというか、その何でもそうだけど、分からんうちが楽しい。私の場合ですよ。なんかね、分からん方が楽しいなと思う。で、もうここあたりでこう説明するとなると、もう自分は、次何があるっていうのは分かりますからね。となると、私自身が、こう、冷めるといけないってことですよね。冷めるといけないってことだな。何かを発見しようという感じを持たないやっぱりいかんですね。鹿児島案内をするっていうあれで、このおまかせテレビは立ち上げたけど、逆に何も知らないでお前みたいなのが鹿児島案内って言われるぐらいがいいかもしれないなと最近思ってきましたよ。ドキドキ観点ですかね。そういうのがね、やっぱり必要だなと思います。ただね、それと矛盾するみたいですけどもね、皆さんから時々リクエストいただく時があるんですよ。どこどこのどこどこを通っていただけませんかみたいな時。その時はね、やっぱりね、道を知らないかんねと思うしですね。矛盾矛盾。はい、さっきのですね、バスの後ろに「すみません改装中です」っていうのが書いてあったっていう話をしようと思っていたんですけども、実はですね、このカメラがですね、途中でね、熱を持って、ダウンしたんですよ。ですからね、あそこからね、ちょっとね、画質が変わったと思うけどね、これもね、あれ、テスト。それと左側にちょっと丸みが帯びてんじゃないかな、上の方は。そうでもないか。ND フィルターっていうのがね、ちょこっとね、位置がずれたんですよ。ですね、次ね、次の信号を左行きますからね。さっきはね、どっかね、この辺でね、切れたみたい。それで、せっかくだからと思ってね、後戻りをしたんですよ。ここは反対からは来ましたよね。反対側から
はですね、確かの意識の意識団地に上がる、あの坂を上がりきったところに出たと思うんですけど、ここ右に行きましょうか。今日は住宅地ですね、ずっとね。ここか、ここ左。ここを左にまた行ってみましょうかね。この前通ったのはここだったですかね。わからん。ちょっと画面が暗いみたいな気もするな。まあね、だけどこれは没動画にしませんからね。こういうのもね、やっぱりね、残しとかんとね。これは要するに、あのこのアクションカメラっていうやつを使いたいっていう人が、まあ何人かいらっしゃると思うんですよ。そうした時にね、実際はこうですよって、これが悪いって意味じゃないんですよ。こういう症状になった時にどうするかっていうやつですからね。GoPro がですね、GoPro はね、熱暴走だけじゃなくてね、わけわからんのがヒットまるときあるんですよ。もうこれはね、わけがわからないとき、状態で止まられるとね、困る。この、さっき、止まったっていうやつはね、熱暴走、熱が要するに機体が、カメラ自体が、本体がね、熱を持ったから、もう私はもうこれで、止まりますっていう印が出るんですよ。そしたらね、ああこれは熱対策をもうちょっと、せんないかんなっていうのを目安になるんですけどね。それともう一つはですね、モニターで、モニターっていうか、Wi-Fi で、飛ばして、スマホにですね、それをね、運転席の前に貼り付けて、スマホを貼り付けて、で、ずっとこの、シャッタースピードとかですね、そういうのを見てたんですけど、一旦熱暴走になってしまうとですね、本体では録画できるのに、そのスマホの方がね、言うことを聞かない。これがね、アクション2が露出の指定ができればいいんですけどね。今はね、もうね、空にやってるみたい。空にやってるもんだから、この周りの風景が暗いでしょう。これじゃね、ちょっとね、困るな。私がまだそのアクション2の使い方を熟知してないのかもしれない。どうかするとそれができるのかもしれないけど、画面をピッピッってこう、タッチすればですね、あれなんかのポケット2っていうやつなんかは露出が選べるんですよ。それがね、これね、選べない。それと一旦録画を
始めると設定を変えられないっていうのがありますからね。はい、とりあえずはですね、私はちょっとまだカメラの設定を変えますので、これでお開きになります。ありがとうございました。